どうもこの動画では亀田智樹 VS ルイス・カスティージョの試合を見ての感想を話していこうかなと思いますまあこの試合はね WBA のね現在ランキング2位の亀田智樹とルイス・カスティージョ、まあ、現在ランキング13位まと、あ、もにスーパーバンタム級の、まあ、ランカー同士の対決ということで、まあ、亀田智樹選手はねすでに次のまあ挑戦者決定戦で勝利してるんで まあこの試合勝って次ね、アフマダリエフとタパレスだったかな、その勝者と戦うっていう、そういう予定でまあいるんでしょうね。で、この試合なんですけど、ちょっとね、1、2ラウンドの序盤、ちょっと忙しくてね、飛び飛びでしか見れてないんで、あれですけど、ずっとね、亀田選手がまあ足使って、いいねペースで戦えていたかなっていう感じで,で、3ラウンド目からね、全部ちゃんと見たんで、そこからまあ詳しくね、より話していきたいんですけど、 亀田選手のね、左ジャブと左ボディ、これがめちゃめちゃ良かったっすよね。ただ、ちょいちょいね、頭沈めて、まあ、迎撃するんで、バッティングしちゃってましたよね。まあ、あれはないっすよね。頭沈めて、ボディー打つとか、まあ、多分そういうのをね、やってたんで、だからこそね、まあ、相手がね、ガンガン前に来てたんで、ぶつかっちゃいましたよね。ただ、亀田選手ね、足使えてますし、ブロッキングもね、めちゃ硬いんで、 うん、カスティージョね、全然当てれなかったっすよね。うまいな、亀田っていう、そんな感じで。で、4ランド目。4ランド目からね、また左のパンチが特にすげえ良くて、左のフックですか。あれがね、ボディか顔なんか、多分カスティージョ全然分かってなかったっすよね。まあ、ボディかと思いきや顔、顔かと思いきやボディみたいな、バンバン入ってて。で、亀田選手、ジャブもすげえ良くて、で、足もずっと使えてるし、すげえっすよね。プレッシャーかけるのはね、 カスティージョの方が多いんですけど、まあでもコーナー集まりそうになってもすぐサークリングしてね、うん。避けていくんでめちゃめちゃうまいっすよね。カスティージョは終始やりづらそうで、まあ、パンチの大振りと空転がね、目立ちましたよね。で、このラウンド目。このラウンドもね、また左の打ち分けが素晴らしくて、左ボディからの左フックっていうね、あの2連チャン。うん、めちゃめちゃいいっすよね、あのコンビネーション。最後はね、そこから効かしてパンチまとめて、 で、なんか、レフェリーが止めてね、レフェリーストップで、亀田智樹選手の5ラウンドですかね、TKO 勝ちと。うん、やっぱ強いっすよね、亀田選手。まあ、ちょっとね、止めんの早いようにも思えたんですけど、まあでもね、一番近くで見てるレフェリーがね、これはいかんですよってなったんだったらね、まあしゃあないかなと。言うても、1から5ラウンド、全部亀田選手が取ったと思うんで、ラッコからね、逆転っていうのは結構ね、厳しいと思うんでね。 だいぶ効かされてもいましたし、ってなると、まあ、あそこで止めてあげるのがね、まあ、今後のね、えー、カスティージョ選手のね、まあ、キャリアとか考えてもいいんじゃないかなとは思いますけどね、やっぱほぼほぼもう9割9分ね、負けるような試合で、そのままね、生かして、無駄にね、ダメージをためさせるよりかは、ぱ、ま、っ、あ、とね、切って、まあ、次の試合、もしくはまあ今後のね、まあ、別のキャリアとか、まあ、問題なくいけるようにってのはのは、いい判断だと、個人的には思いますけどね。 やっぱボクシングがね、なんかこういう格闘技系で、一番亡くなる方がね、多いような印象があるんでね、やっぱラウンド数も長いですし、あのね、ボクシンググローブ、まあ、脳への衝撃がね、やっぱ半端ないと思うんで、うん、そうなるとね、やっぱりね、うん、早めに止めるのは、私はいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、もちろんね、すげえ接戦で、まあ、例えば5ラウンドで、まあ、どっちかが3つ取ってて、どっちかが2つ取ってるみたいな、そんな接戦では止めるのはかわいそうですけど、 まあ片方がね、全ラウンドを取ってて、ダメージも深いんだったらいいんじゃないかなと。な感じで、亀田選手はやっぱ強いっすよね。まあ、今回、明らかな格下、まあ、というか、まあ、ランキングはね、だいぶ下ですし、まあでもね、次の世界戦、やるにあたってはね、すげえいい試合だったんじゃないかなと思いますね。まあ、右の拳もね、ようやくなんか最近治ってきたみたいなこと言ってて、まあ確かにね、ちょいちょい右の強打打ってましたからね。まあそれでもやっぱ左のパンチが多かったっすけど、でもね、すごい、いい運転になったんじゃないですかね。 確かね、亀田選手は2021年に WBA のスーパーバンダム級の挑戦者決定戦で勝ってたんで、まあ、次はいよいよね、WBA のベルトを狙いに行く感じですかね。まあでも、アフマダリエフが次戦4月に IBF のランキング1位のね、マーロン・タバレスと戦うと、まあ、アフマダリエフはね、2団体統一王者なんで、IBF と WBA のね、ベルトを持ってるんですかね、確か。だからまあ、 それもね、2、えー、団体のベルトをかけての戦いになるんですかね。だからまあそこで勝った方がまたね、次は2団体統一王者というか、うん、そういう感じですよね。で、その勝った方、アフマダリエフとタパレス、勝った方と亀田選手は戦うってことで、まあアフマダリエフがね、まあ、勝つっていう見方が多いと思うんで、それで想定すると、うん、彼のね、立場からすると、防衛戦したんだから、次は4団体統一戦やらしてくれってなりそうですけどね。 やっぱフルトンか井上尚弥とやらせてくれみたいな、そういうことになりそうですけどね、アフマダリエフの立場からすると。あでも、亀田智樹もね、2021年に挑戦者決定戦で勝ってるんで、さすがにこれ以上ね、挑戦できないのもかわいそうですけどね、単純計算でまあ、2年は経つことになっちゃうと思うんでね、うん、今年ね、また、えー、アフマダリエフが4団体統一戦、それやりたいって言い出したら、ま空、あ、確に来年になりますよね、亀田選手の挑戦は。 そりゃさすがにかわいそうなんでね、うん、次やっぱやらせてあげてほしいですよね。まあ、そこら辺はね、陣営のなんか交渉次第なんでしょうけど。でね、一方のもう2つのベルトはね、フルトンが持っていて、で井上尚弥とフルトンの試合も5月ぐらいにね、決まるみたいな話が上がっていて、これはまだ正式決定してないですけど、まあ、ほぼほぼね、確定みたいな感じで。で、ここの勝者がこの前ね、おバニシャンに勝ったネリとの防衛戦があるみたいな話、上がってますよね。 で、ホバニちゃんとネリってのはね、今のスーパーバンタン級の中でもトップ5ぐらいには入る、まあ、その2人が潰し合ったんで、間違いなくね、次、ま、の挑戦者ですよね。だから、フルトン対井上尚弥の勝者にネリが挑戦してくるっていう構図がありそうですよね、そっちの2つのベルトは。となると、ですよ私の勝手なね、理想で話させてもらうと、4月にアフマダリエフとタパレスの試合で、まあ、そこはね、アフマダリエフが 勝ちますよとで5月にフルトンと井上直哉の試合を行ってもちろん井上直哉が勝ちますよとでね4月5月それぞれ2団体王者が決まってアフマダリエフと井上直哉でそれぞれがね、まあ、持ってるベルトの防衛戦を行いますよとアフマダリエフは亀田智樹とそして井上直哉はネリと防衛戦をするとでねアフマダリエフに亀田智樹なんとか勝ってもろてで井上直哉はネリをねフルボッコにするよと 最終的にね、亀田智樹と井上直弥が4難体を統一かけて、まさかの日本人対決をするっていうね、それが私はね、見たいっす。すみませんね、めちゃめちゃ素人の意見を言ってしまって。まあ、でもやっぱこれが一番盛り上がるんじゃないんですかね。ミーハーからすると、知ってる名前がたくさん出てくるんでね。あれ、ネリってやあいつ確か、みたいな、うん。そんな感じでね、見る方も多いでしょうし、あそれが井上直弥とやるのかとか、あとは亀田智樹。 ああ亀田三兄弟の三男の男みたいな、うん、わかりやすいじゃないですかね。日本人からすると。まあ、もちろん、ネリとは井上直也はやらんでいいとか、アフマダリエフに亀田智樹が勝てるかみたいな、そんな意見もねあるかもしれないですけど、まあ、私はねこれが一番見たいっていう、それだけの話で。まあでも、アフマダリエフ対井上直也はめっちゃ見たいですけどね。うん、まあでも、アフマダリエフにはねなんか普通に勝ちそうな気がするんですけどね、井上直也。 だからまあ、亀田智樹の方がね、面白いんじゃないかなと思うんですけどね。まあ少なくともミーハー心としてはね、亀田智樹の方が盛り上がるんじゃねっていう、まあすごい浅い考えがあります。で、私はそれが見たいと。まあ亀田選手もね、やっぱ体でかいっすよね、スーパーバンタムで、うん。スーパーバンタム級の中でも全然フレームは小さい方ではないと思うんで、そう考えるとまあ、井上直也選手がね、まあ、5月におそらくやるであろうフルトンの試合で、うん どんなパフォーマンスかわかんないっすけど、うん、結構苦戦とかしたりね、もしかしたら負けるかもしれないみたいな、まあ、そんなね、ドキドキをしながら見れるんで、これ楽しみですよね。で、私の理想通りになってくれたら、そら幸いですっていう、まあ、そんな感じで終わっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。